ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW M760Li 2020年式16,500km こちらの車両になります。これ下調べしたら年式が少しずれているようで、はい、車自体は19年の6月にマイナーチェンジしてるんですよ、はい、で今回の車は20年登録ということで、はい、そのモデルイヤーとその登録イヤーが若干ずれてるんですけども、はい、いわゆる7シリーズ先代モデルの前期型っていう感じになるかと思います、はい、そしてあの今回改めて予習したら、はい、やっぱりいい車だなということで、はい、そこを今回熱く語りたいと思います、はい、でまず7シリーズのところを振り返りたいんですけれども、今回ご紹介させていただくこの先代モデルの7シリーズトップレンジ760、これもうロングの4駆しか設定がないんですよね。はい、なんか本国だとなんかショートもあるんですか？あります。はい、本国はもう全然いろんなバリエーションありますね。でこれ7シリーズのラインナップ自体はなんか2リッターのハイブリッドとか3リッターとか 4.4 リッターとか、うん、もういろんなバリエーションあるんですよね、うん、のトップレンジのなんと 6.6 リッターの V12 ツインターボというと、はい、で、今年22年にG70 型、はい、現行のエクステリアだいぶ賛否を呼びましたが、はいはい、に、まあ、バトンタッチしたということで、はい、でこれが V12 がもう最後なんですよね、最後のモデルが、はい、ということでそこから振り返りたいんですけど、 V12 ってこれ最初から設定あったわけじゃないんですよ、7シリーズって。そうですね、はい、一番最初の1977年の E23 からまあ7シリーズがスタートしてるんですけど、はい、そこでトップレンジが V8 までで、はい、その次の E32 から V12 がスタートしてるんですよ、はい、でだんだんこう排気量が大きくなって、はい、最初 5.4 リッターでスタートした V12 が、まあ、F01 で6リッターになり、はいはい、でこのモデルでなんと 6.6 リッターという、はい、とてつもない逆行していってますね、はい、モデルになると。で、2022年今年のモデルチェンジでついに V12 が消滅したということで、はい、アメリカだと最後の最後に12台限定のザ・ファイナル V12 っていう、そうなんですか、モデルも出たぐらいらしいです。アメリカだけなんですよね、うん、すごい節目の車だなっていうのを感じました、はい、でまず外観から見ていきたいんですけども、はい、760も2種類あって、はい、まあ、M760Li と、はい、エクセレンスがあって、はい、まあ、はい、要はスポーツとラグジュアリーとかああいう感じの、そうですね、まあ、よく言う2つの分けてるものになります、ね、で今回ご紹介させていただくのは、まあ、いわゆるそのスポーティーな方、はい、グレードになるということで、各部このセリウムグレーのパーツと、まあ、この辺だったりこの辺だったり、まあ、あとは外装関係が M エアロダイナミックス、はい、要は M スポーツのマーパーなんかになっているということで、まあ、このトップレンジの一番高級な車とはいえ、はい、だいぶ外観スポーティーじゃないですか、うん、ですね、はい、そしてこのG11 から G1112 か、はい、ロングだって、はい、からなんかものすごいこう革新的なところがいろいろ採用されてるの、小島さん知ってます？革新というとっていうのは、まずこのモデルから CLAR プラットフォームっていう、はい、まあ、スチールとアルミとカーボンをこう多用したプラットフォーム、はいはい、もう BMW の新しい新基準のプラットフォームが採用されてるんです、はい、でそれによってすごい低重心化が図られているのと、はい、外装に関してもこのおなじみ の, このシャッターのグリルだったりとか、はい、あと各部 の, このエアロダイナミクスの見直しで、はい、あの空気抵抗なんかもかなり向上しているらしいです、うん、というわけでこのどでかいボディなんですけども、うん、まあ、この BM の技術の集大成になっていると、うん、あとはもう760いろいろオプションリスト見返したんですけど、うん、ほぼオプションないんですよ。ないです、全部ついてますね、はい、本当にニュアンスの違いと、はい、あとなんかインディビジュアルで内装ちょっと豪華しますよとかっていう違いなもんで、はいはい、あと冷蔵庫ぐらいですね。760これないのっていうのはほぼないないです、はい、ということでレーザーライトの LED ヘッドライトなんかも全部標準になりますし、はい、であと今回の車は少しいじってあるということで、はい、リップスポイラーが今回取り付けてあると、はい、でこれ大阪店の方で最初にお客様カスタマイズさせていただいて、はいはい、その後裏の方でもう一回、いやこちらです、あ、アリーナ店の方、はい、ありますアリーナ店の方でもう一度販売させていただいて、はい、その時にリップスポイラーが出されていると、はい、でこれが、国内のメーカーのコーレンストッフっていうエアロパーツメーカーのリップスポイラーだと。これ小島さん知ってます？これちゃんとリップスポイラー全部袋になってるんですよ。っていうのは結構エアロパーツってここで切れてるの多いじゃないですか、うんうんうん、いや裏側何もありません、うんうん、で裏側触るとちゃんと裏側にも、うん、なってるね、はいはい、あるんですよ。だからちゃんとスピード出しても、うん、飛んでいかないというか、飛んでいかない、はい、ちゃんと効くエアロパーツらしいです、はい、でエアロパーツもこのドレスアップの、まあ、なんちゃってとは言わないですけど、うん、ドレスアップ目的のエアロパーツと
ちゃんとこうダウンフォース目的のエアロパーツってこう2種類あるじゃないですか、うん、でちゃんと効く方のエアロパーツなんです、はい、というわけでちゃんと車の性能に伴ったものになっていると、うん、さすがジャーナリスト、はい、改造車ジャーナリストですね、はい、というわけでこんな感じ でただちょっとこうダメージがやっぱり乗られてるんで、はい、ここ少し割れてるのと、はい、ちょっとこの先端のところに飛び石ですかね、はい、そうですね、はい、ここはいいです、お買い求めの時はうちが直します。あ、本当ですか、はい、というわけで撮影時はちょっとダメージがあるんですけど、はい、納車までに修理してご用意させていただきたいと思います、はい、でこんな感じの前回りになってます。これリップだいぶ良くないですか。そうですね、結構お客様リップつけたいっていうので、もともとドレスアップした車だったんですけど、ちょこっとやっぱりアクセント入れたいなっていうので、いろいろやっぱリップは探したんですけど、まあ、一応これが一番その見栄え的にもいいんじゃないかなっていうのでチョイスされましたね。特にこう G 型ってこうバンパーの下がこういうなんかこうまっすぐじゃないじゃないですか、はい、一本つないであげるだけで割とこう低くも見えるし、そうですね、結構 BM7 シリーズって多分まあ皆さんご存知だと思いますけど、パーツの数が少ないじゃないですか、極端に。結構ね悩みましたね。こんな感じのリップスポイラーがついております、はい、そして今回は少しいじりものということで、足元もしっかりカスタマイズされているという、これが大阪店で取り付けさせていただいたタイホイールですよね、はいはい、BC フォージドの22インチが装着されていると、はい、これ標準20インチですもんね、はい、でタイヤが245のところを今回グーッとアップして255-3022になっているということです。でこの辺は正直好みあるじゃないですか、はい、で特にこういうラグジュアリーな車だと、うん、こうスポーティーにするのかラグジュアリーにするのか、はい、ホイールのデザインに関しても好みがあるじゃないですか、うん、でこれノーマルのタイヤホイールはあるんですよね、うん、あります、はい、なんでまあ必要に応じて戻していただいたりとか、うんまあ、あとは今回車がめちゃくちゃお買い得じゃないですか。めちゃくちゃお買い得ですね、はい、なんでここをベースにもう少しこうニュアンス変えたりしてもいいのかなっていう、うんそうですね、あとはそのさっき言った登録税はあるんですけど、保証もずれてるんで、あ、保証は長く残ってるんですよ。これ確かにそうですね、20、はい、20年なんで、はい、23年まで新車保証がついてるってことで、はい、でもこの状態だとちょっとディーラーさんちょっと微妙なんでノーマルホイールはありますんでご安心ください、はい、なんで、はいまあ、その辺いろいろ機能が多い車ですし、はいまあ、安心して乗っていただける部分じゃないかなと、はい、でこんな感じのカスタマイズが施されております、はい、そしてブレーキの方も M760 ですからググッと大きくなって、なんと395倍のブレーキローター、はい、これファントムとかカリナンと同じローター系らしいです、はい、あでそうなんですね、パーツの品番も全く一緒でした。あ、同じパーツなんだ。あ、そうなんだ。そうなんです、今回の紹介で、はい、これ僕は後から言おうと思ったんですけど、はい、ほぼロールスロイスなんですよね。そうねまあまあいろいろね、いろいろありますけど、はい、まあまあそれはちょっとね、いろいろパーツリストを見ていくと、うん、ほぼロールスロイスのパーツで構成されてるんですよ、うん、エンジンもそうだし、うんうん、ブレーキなんかもそうだし、うん、それはでもちょっとこう知らないですよね、皆さんそういう風に感じないですもん ね、もう全く別の車っていう感じじゃないですか、うん、なんか BMW7 シリーズってこう悲観的に見ちゃうと値段落ちちゃうぐらいなこうイメージがあるけど、ほぼロールスロイスっていうそのイメージをつけるとなんか全然見方変わってきますね。だからめちゃくちゃお買い得なんですよ。そうですよね、はい、うん、そして395倍のブレーキに組み合わせるのはこの M スポーツのブレーキキャリパー、そして足元は当然エアサスペンションということで、はい、これがスピード出すと1センチ下がったりだとか、はい、あとは上げることもできるんです、ね、できます、はい、準備アップ、はい、で今回の車はロアリングでローダウンもされてて、はい、まあ、これも調整もできますもんね。そうですね、はい、はい、まあ、ご希望があれば言っていただければそんなこともできます。であとはこの辺がエアロダイナミクスがかなり考えられてるらしいです、はい、要は前からこうエアを入れてここに流しておく、うん、あとはこのホイールハウスのエアもちゃんとここで抜くような、うん、結構 BM モデルによってはなんちゃってあるじゃないですか。そうですね、デザインだけのやつ、はい、タナの場合はちゃんと全部抜けてると。あとは横この辺もセリウムグレーのパーツが使われてたりだとか、うん、あとは今回 M760Li なんで窓枠も全部真っ黒で、だこのなりですごいスポーティーだと思うんですよ。そうですね、結構大きさって結構皆さん大きいってイメージあるんですけど、幅が結構ないんですよ。全長の方が5265、はい、全幅の方が1900、はい、で全高の方が1485ということで、はい、小島さんおっしゃる通り、はい、実際1900しかないと。そうなんですよ、だ X6 とかで2メートル超えてるじゃん。そう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 、そうするとなんか結構 スマートというか、スマートなんですよ、シュッとしたプロポーション、はい、だ長さが5メーターあるんで、そうですね、はい、特にロングだと、ショート、ショート比14センチロングということで、はい、長さに関してはだいぶ長いんですけど、はい、意外に幅は1900で収まってる。そうそうそう、はい、ただこれだいぶこのラグジュアリーな空間がキャビン取れてるなという印象はあります、はい、乗り心地はねやっぱりすごい
ホイールベースがこれだけ長いといいですよね、はい、こんな感じになっております。そしてこのセリウムグレーのパーツがモールが後ろまで伸びてて、後ろに関しては標準20インチ27535のところを今回22インチになってますんで295-2522になってると、はい、後ろ結構リムすごいですね。結構攻めてますね攻めてますね攻めてますね、はいはい、まあ、この辺も言っていただければ違うタイホイールなんかもご提案できるんじゃないかなと、ね、僕ここで提案していいですか、はい、マンソリーが履きたいです。マンソリー、あの日本のマンソリージャパンのホームページだと載ってないんですけど、うん、本国のホームページって7シリーズのマンソリーも設定あるんですよ、うんうんうん、でまあ、エアロパーツちょこちょこっと、あとタイヤホイール20インチのマンソリーのホイールが設定あるんですよ、うんうん、でマンソリーのホイールってマンソリーって聞くとめちゃくちゃ高いイメージじゃないですか、うんうん、ホイールそんなに高くないんですよ。いやそれは多分ねそれツッチーの感覚でだから、いやあの22インチで言ったら本当にびっくりするぐらいの低下なんですよ。あ、そうなんだ。本当です。なのでぜひそれはじゃあちょっとね問い合わせいただいて、いやさすがに100万円とかじゃないんで、うん、はい、あの小島さんも意外に22インチでこの金額になるって多分言うと思います。あ、そうなんだ、はい、価格に関してはあのオープンになってますんで、まあまあいろいろね、はい、時期によって変わりますから、はい、そしてやってまいりましたナコモンダブル V12 ということで、はい、これはあのエンジンルームで詳しく解説したいと思います、はい、続いて後ろに回ってくるとこのトランクスポイラーはこれ純正なんですか、はい、そうですね、 M パフォーマンスの、トランクのリップをつけてますね、はい、でこれがフロントのそのリップスポイラーに合わせてグロスのブラックで塗ってあるということです、はいはい、そしてエンブレム類もテリウムグレーになってて、はい、M760 とあとこっちに X ドライブの、はい、でこれいろいろ資料見たんですけど、あの四駆の配分がいろいろ見たんですけど出てなくって、はいはい、標準の BMW ってフロント40、はい、リア60の設定らしいんですけど、はい、4駆 の、はい、あの比率が、はい、これに関してはもう少しリア寄りになってるっていう、うん、あの記事があったぐらいなんで、うんうん、まあ、詳しくは分からなかったんですけど、うん、まあ、ニュアンスもかなり違うらしいです ね、 そうですね、うん、多分それはあると思いますね。そしてリアバンパーも専用のもの、はい、そしてやってまいりましたこの絶妙な色合いのこれが毎回気になってしまうんです。どこ？いや、ここです。ここ、はい、ここね、黒でもない、うん、あのシルバーでもない、うん、絶妙なグレーで、うん、はい、これセリウムグレーにしてくれた方がまだまとまり良かったんじゃないかな、まあ、この辺もできますからね。だからここってでも汚れが目立っちゃうからじゃないのかな。そうなんですかね、多分そうじゃない、まあ、この辺の年式の BM みんなこれですよね、うん、はい、そしてマフラーの方はバルブ付きの専用のマフラーになって、はい、でこれなんちゃってじゃなくてちゃんと4本出しなんですよ、はい、今の車でも覗かないと分かんないじゃないですか。そうですね、はい、もそもそもマフラーがなかったりとか、うんうん、4本出しだけど4本出しって言っていいのかな、はい、穴4つありますけど、はい、内が1個しかなかったりとかしますけど、ちゃんと4つなんか。いやいや、でも新車ね2500万オーバーの車ですから。そうですね、オフィシャルレート2500万オーバーの車ですから、はいはい、その辺もしっかりやってあると。そして続いてトランク中見てみたいんですけど、まあ、全部ついてますからね。足入れても開けられますし、うん、握っても開く、そして全部電動ということで、はい、でトランクもこのサイズということで、そして容量的なものは小島チェック入りますか。何小島チェックになっちゃうのこれ、はい、いきます。もう余裕じゃないですか。そうですね、まあ、これだけ広ければ、はい、まあ、トランク数量はもちろんないですけどね。で斜めに置いて、はい、余裕で20センチ以上取れてるんで、はい、まあ、クラブ刺してもカバーつけても入るんじゃないかなと、はい、なんとなくニュアンスで感じ取っていただけるといいんじゃないか、うん、これ2つ入りますよね多分。重ねればねいけますよね。いきますね、はい、こんな感じのトランクになってで、はい、これオプションでなんかあの冷蔵庫つけたりするとこうトランクが少し狭くなったりとかっていうのあるみたいですけど、うん、ね、はい、まあ、こんな感じの広々のトランクになっております、はい、だから横もねここも、あ、確かにそうですね、ここギリギリまでえぐられてますから、ね、えぐられてるんでここで、はい、いけますよ、真横でもいけちゃう、はい、こんな感じになっております。はい、続いて内装を見てみたいと思います。でキーが当然ディスプレイキーが全部標準装備ということで、はい、今回はこちらのキーでご紹介させていただきます。で装備に関してはこれ全部紹介僕の知識はできないですし、すると多分ひいくれちゃうと思うんですよ。そうですね、なんかふわふわっとふわふわとね、あの当然全部ついてますもんね、はい、ソフトクローズもついてますし、内装に関してはこのコニャックのナッパレザーということで、はい、これ最高すぎやしませんか。これはね本当にね、まあ、一応写真で撮ってホームページ上げてるんですけど、この色の良さが出ない。あ、確かに写真じゃ伝わりにくいかもしれない。伝わりづらいんですよ。これ中めちゃくちゃ雰囲気いいですね。そういいんですよ。これレザーもパンチングだったり、このステッチも、うん、この幾何学模様のステッチで、しかもこのなんていうんですか、パイピング、うん、もうなんかこの編み込みのパイピングで、うん、めちゃくちゃ豪華。豪華なんですね。そして当然もう全部レザーになっているということで、ドアもコントラストステッチで、全部ここもレザー、ここもレザー、ここもレザーという。すごくないですか。だから7のトップレンジって2500万ですから、ほぼだからロールスロイスじゃないですか今日ほぼロールスロイス、何回言うの、はい、ほぼロールスロイスです。でダッシュボードも全部レザーということで、うん、上も下も
全部レザーでございます。そしてステアリングは専用の M のちょっと太めのステアリングになってて、うん、あと装備類がとにかくもうほぼ全部ついてる、うん、リスト見たんですけど本当にインディビジュアルのオプションぐらい、はい、まあ、あとはリアのその4人乗りにしますかとかそれぐらいしかないんで、うんうんうん、まあ、基本的にほぼないものがないということで非常に豪華な内装になっております。続いて乗ってみたいと思います。見てください、このスカッフプレートも V12 ですよ、うん、BMW とかじゃないんですよ、もうドヤって感じじゃないですか。見てますね、うん、そして乗り込むともう開口部も大きいんでめちゃくちゃ乗りやすいです、はい、そしてもうなんか他の BMW と匂い違いません？レザーの匂いしますよね。する、うん、はい、ますね。もうレザーの使用量が他のモデルと比じゃないということで、うん、そして先ほど触れたステアリングはちょっと太めの、はい、だ今回すごいスポーティーとこうラグジュアリーが融合してるなっていう感じしますよね、うんうんうん、そして当然の ACC 付き、そしてパドルも付いてます。そしてステアリングヒーターも当然付いてるということで、はい、そしてメーターはこの世代のメーターです。このアルピナみたいなちょっとブルーの、うん、はい、専用のメーターになってると。でこれの次になっちゃうと、うん、こう針がこっちから上がってきたりとか、そうそうそう、だから表示がまるで違うじゃないですか。なんていうのかな、らしくねーな。昔からの、はい、その BM 好きな人は多分僕もそうですけど、はい、こっちのメーターの方が好きかもしれない、ね、らしさ残ってるのここまでですよ、ね、そうそうそう、だ次からもう別の世代というか、そうそう、世代が変わっちゃって別の車になってますよね、はいはい、というわけでこんな感じのメーター。そしてこれオンにするとかけちゃいました、330、はい、なんとメーターは330キロまで振ってあるということで、はい、これエンジンで紹介しますけど、とんでもスペックなんですよね、この車。そう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 、V12 なんで当たり前ですけど、はい、そして装備的なものはもう本当に全部ついてるということで、4ゾーンのエアコンとシートヒーター、ベンチレーション、そしてマッサージも当然ついております、はいはい、そしてバワーズ&ウィルキンス、はいはい、標準装備ということで、はい、だないとかないんですよ、ね、はい、そしてこのファインウッドでしたっけ、はい、のこのパネルがこことここ使われてて、はい、ここね、ここをちょっと紹介したいです。この中、ここ高級車の証ですよ、はい、出ました、アロマです、アロマ設定、はい、アロマ設定、これ手動でできるってことですか。そうそうそう、できますね。匂いのこのレベルもちゃんと調整できるということで、はい、こんなのもしっかりついてると、まあ、この辺は消耗品なんでなくなったら買っていただく必要があるんですけど、うん、そうそうそう、こんなのもついてると。そしてないのってなんかこのカップホルダーのなんか保冷とか、うん、それぐらいじゃないですか。今のね、はい、あのやつはついてますけど、そうですよね、まあ、あと置くだけ充電か、うん、それぐらいじゃないですか、うん、まあ、欲しいもの全部ついてる、うん、でドリンクホルダーとあと USB があって、この辺に関してはもうおなじみなんで、はい、でモード切り替えがスポーツ、コンフォート、エコプロ、そしておなじみのアイドライブと、あとここにも V12 タイルですね、うん、そしてセンターのアームレストの中はこんな感じで、ちょっと狭いですけど USB が1系統だけあるのかな、はい、全部この辺もレザーですよ。だってこの下もレザーですよ。すごくないですか、うん、高級感ね。そしてシートに関してはこれですよ。だって調整、それでもあの運転席助手席の 差がちょっとね、はい、ありますけどね。運転席だとめちゃくちゃ細かく調整できると、はい、でしかもこの膝下出せるのもそうなんですけど、こここれってこの背もたれが途中で折れるんですよ、ね、うんうん、リクライニングはするけど肩のところは上げたりとかっていうのもできる、うん、BM のコンフォートシートはね、それついてますけどね。これめちゃくちゃいいっすよね、うん、はい、でドライバーズカーですよ。だからそうなんですよね。そうそうそう、だからちゃんと運転も楽しめる仕様になってると、うん、ただこれが助手席は少し省かれているということで、うん、まあ、このシートのね、はい、設定表示を見ていただくと運転席は、はい、マッサージがついてる、マッサージとか、はい、ポジションとか全部ついてるんですけど、はい、助手席がちょっと寂しい、ないと、ないと、マッサージもなければヘッドレストの上下もないと、はい、そうですね、一番こうランクでいったら一番下になっちゃうかな、後ろの席と比べても。で多分座る順番が多分助手席って一番最後なんですよね、多分。そう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 、うん、運転席はもちろん一番最初で、うん、その次乗る人は助手席の後ろなんです、後ろなんだね、うん、で次の人が運転席の後ろ、で最後に4人目は助手席に乗るっていう、うん、だから装備がその順番なんですよね。そうそう、その順番で一番ないのが助手席がということで、だからね、若い子ね、新入社員さんそこ覚えた方がいいね。あ、なるほど、ね、760の装備はここですそうなってると。そういうことですね、はい、そしてペダルに関してはもうこの辺めちゃくちゃ優秀です。ブレーキもちゃんとセンターから少し右に行ってますし、足元のスペースもフットレストも大きいんで非常に乗りやすい感じです、はい、これ茶色だいぶいいっすね、コニャック。いいよね。いや俺もそんなに目立たないしね、カーペットもそうだし、うんうん、マットも全部このコニャック。そして天井は
アルカンターラ、これ多分オプションだと思うんですよ。ここね、はい、うん、あの標準ってアンスラサイトの黒いやつなんで、うん、もしかしたらこれレザートセットかもしれないですけど、うん、多分セットだと思う。アルカンの茶色の、そしてバイザーもですよ、だって、うん、僕が毎回ぐちぐち言うバイザーもちゃんと茶色のアルカンになってるんですよ、うん、はい、最高です。そして見てください、この取っ手、うん、これもちゃんとウッドなんですよ。そう、そしてこのサンルーフも全部標準装備ということで、はいはい、でこれ X7 とかにも使われてるこの、はい、何ですか、四角いドットみたいな光るやつですよね、はいはい、スカイラウンジ、はい、バナナマルーフで、これが前と後ろにも、はいはい、ついてるということ で、はい、でサンルーフついてるのは車重たくなっちゃうイメージあるじゃないですか、うんうん、けど安心してください、はい、カーボンコアなんで、カーボンコアね、はいはい、というわけで各部いろいろカーボン、はい、特に車重心高いところがかなり軽量に作られてるらしいんで、うんうん、低重心化がそれでだいぶ測られてるらしいです、はい、こんな感じの内装になっております。続いて後ろの席も見てみたいと思います。後ろやっぱりドアでかいですね、ロングなんで。でかいね、はいはい、そして後ろの装備をフルフルに使うと、うん、結構電気使うんでエンジンかけます。はい、どうぞ。小島店長お願いします。じゃあ一番いい席に、はい、座らせていただきます。まずそもそもの状態でめちゃくちゃ広いんですけど。広いですね。14センチロングめちゃ効いてますね。いやもうこれいいね、もういいねしかないあのほぼロールスロイスなんで、ほぼロールスロイスなんで、はいはい、装備を一つずつ解説してもらっていいですか。まずは4ゾーンですね、はい、ここでもう当然ですよね。ヒーター、ベンチレーション両方ありますね、はい、リアベンチレーションですよ。リアね、はい、リアベンチってないよね、なんかあんまりないですよね、うん、こういう感じで設定だったりエアコン、シートも場所によって、だから助手席、運転席はできませんけど、ね、そう、運転席以外全部調整できるんですよ。全部調整できたりするんで、これ子供は触らせたらダメだね。ダメです、ダメです、ね、勝手に動かされちゃうんですよ、うん、こんな感じで。で調整もめちゃくちゃ細かく設定できるんですよ、うん、できます、できます、はい。もうそもそもだってフロントと変わらないその調整の機構がここについてるじゃないですか、はい、で当然こっちもついてるし、つけるしね。であとはワンタッチであれですね、何でしたっけ、寝るやつ、はい、フルリクライニング押してください、はい、じゃあそうすると助手席のシートが限界まで前に行って、はい、社長から会長になりますね、これ昇格できる、昇格できる感じで。あ、いいな、これやばくないですかね。えもう一回言いますけど、はい、新車の半額以下っすよ。そう ね、 今ね、新車の保証が残ってるのに。そうね、ほぼロールスロイスが、ほぼロールスロイス、それ BMW に失礼だよそれいや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 、760をちょっとね、こう、あ、いや、ね、もうちょっとだからあの評価された方がいいと思うんです、ちゃんと国内で。そうそうね、はい、そうね、おお、ちょっと分からん、また挟まれる。これどうしてもレザー同士のこの音出ますよね、スレッチ。ちょっとあのいいんですか、はい、いいんですか、はい、最高ですか。いや、このニヤッてしかいないねいや、これ乗せる人いるのかな、いるか。でも時々ですけど、その760とか、うん、あの助手席こうなってる車は見かけますよ、うん、都内とかで。あ、いるいるいる、ね、います、ね、います、はい、います、うん、ここまではいらないけど、でも、はい、いいよね。そうですね、だいぶくつろげるかなと、うん、これ1000万円だったらさ、じゃあ競合の例えば、え、じゃあベンツの S、はい、1000万クラス、はい、アウディの S8、はい、1000万クラスって考えたら答え出ちゃうよね。いや、そうなんですよ。だからもう中古になった途端にライバルいないんですよ、もう。いないよね。いないです。新車だとよくこの S63 とか比較されますけど、うんうん、もう中古になった日じゃないんですよ。だから日じゃないよね、圧倒的な。この確かにこれ今から買って下がる可能性はもちろんあるけど、でもいいよね、こんだけついてるね。いや、だいぶいいっすよ、だいぶいいっす、うん、で12に関してはそんなに大暴落は、うん、僕中古車情報サイト見たんですけど、うんうん、してないんですよ、ある程度やっぱり評価されてるんで、うんうん、あとその価値もあるじゃない。だから12気筒を持つっていうことの価値で、値段下がってもいいじゃんみたいな。何を隠そう、これ大阪店で一番最初にカスタマイズさせていただいた時は、うんうん、そのお客様はもう12気筒の車しか乗らないお客様、うん、あ、そうなんだが購入された車だったそういうことだね、はい、だからやっぱりそのぐらいの特別感がしっかりあると、うん、一応こうしまうとね、はい、まあ、一応5人乗れる、乗れますね。でシェード類なんかも全部ついてるんで、はい、後ろもそうだし、うん、横も上も全部ここ、ね、はい、うん、
で後ろもこんな感じで、ここも設定できるしね、後ろもできますし、いやほらロングの特権ですね、特権ですね。そしてもうここがもう当たり前すぎて触れられてもいないんですけど、そうね、ここね、ここのモニターもモニターもはいついてますね。だからこれなんとかパッケージじゃなくてこれが全部標準ってすごくないですか。まあ標準だよね、はい、うん、だから結構このメルセデスとかでもなんかパッケージ選ばないと後ろ効果にならないですっていうのもあるじゃないですか。760に関してはもうほぼこれが全部日本仕様だとついてくるということで、こんな感じの内装になっております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方がやってまいりましたよ、はい、6591cc の V12 ツインターボということで、はい、もうこれがもう最後になると、はい、で次も基本的には出ない、うん、ということでもう最後の最後12気筒、そして馬力の方が609馬力トルクの方が 86.7 キロっすよ。トルク80キロってやばくないですか。でこれスペック的なものでいくと0100なんと 3.7 秒らしいです。で 3.7 秒って言われてもピンとこないじゃないですか、うん、まあ、3秒で速いなみたいな感じですけど、これなんと M3 とか M5 より速いらしい、はい、M5 コンペティションより速いらしいですよ。だからもう3秒台の BMW、はい、だから BMW 一番速い、はい、だから分かんないですけど、それレースのやつとか分かんないですよ、はいはいはい、けど市販車で普通に売ってる車で、はい、BMW で一番速い車らしいです、はい、こんだけ大きくてね。そうです、はい、でこれに組み合わせるミッションの方が8速オートマで、これ専用の V12 専用セッティングみたいで、はい、なんか3速5速が740とか、うん、はい、750とかと違うみたいです、うんうん、だこの辺は多分味付けなんかも違うと思うんで、この辺は後で乗ってみたいと思います。でこれがエンジンの形が N74B66B っていうエンジンなんですけど、最後の B がなんかそのこの BMW のこれに搭載されてるやつで、他にもなんか C とかいろいろあるんですけど、これほぼゴースト、レース、ドーンと同じ系統だ、ほぼ一緒なんですよ、エンジンがね。エンジンでこれ何が違うのかなってパーツリストバーって見たら、ヘッドが違うぐらいであと全部一緒っぽいです、まあ、クランクだったりとか全部一緒です。同じじゃないですか。ほぼ一緒なんですよ。同じですね、はい、だそれがこの価格ってすごくないですか、はい、だか本当にだから BMW のバッジついて、はい、BMW の形になってるだけで、はいはい、ほぼロールスロイスなんですよ、はい、僕に言わせると。あ、はい、だって細かいパーツが全部一緒ですよ。だってインテークとか、ね、ブレーキからね、そうね、エンジンからね、そうっす。でこれが最後って言ったらもう乗るしかないじゃないですか。これでもそうですね、760を悩んでる方はもう絶対ですね、これ。いやもう絶対こっちがいいです、うん。そしてちなみになんですけど、これ M ブランド初の V12 モデルでもあったらしいです。だからその意味でもすごいこう乗る価値あると思うんですよ。というわけで、まあ、最初で最後のエンジンになると、うんうん、でやっぱりこう多気筒とかって、まあ、整備性もいろいろあるじゃないですか、うんうん、まあ、普通のその気筒数少ないエンジンよりかも、うんうん、まあ、システム構成複雑だし、うんうん、まあ、故障のリスクもゼロじゃないじゃないですか、うん、で特に7シリーズっていろんな装備がついてるんで、うんうん、もちろんその装備点数で言ったら故障のリスクってたくさんあるじゃないですか、うんうん、ただこれって新車の故障がついてるんで、うん、そこがめちゃくちゃいいなと思ったんです、うん、でやっぱりこうめちゃくちゃ複雑な車でこう現状ですよっていうと、うん、大丈夫かなと思いますけど、うん、今回の車はギリギリ新車故障もついてるということで、うんうん、この辺もう乗るしかないじゃないですか。もでもいやここまで価値があったら逆にその保証が切れたとしてもこうなんていうんですか、壊れても付き合っていける車じゃないですか。価値があるんで、確かに壊れても売っちゃうよ面倒くせえなっていう車もちろん中にはあるかもしれないんですけど、やっぱりこの12気筒っていう価値とやっぱりね、ロールスロイスと同じ高級車というところであれば価値っていうものがあればやっぱり直して可愛がって乗っていこうっていう先々もなりますよね、うん。というわけでこの後それがどれだけのものなのか今度もまた、ね、はい、乗ってみて乗ってみたいと思います、はいはい、続いて透過類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音も聞いてみたいと思います。お願いします。
参ります、はい、うわー12のこのスタート音ですよ。でしかもこれスポーツにするとこれ音やばくないですか。メーターも変わりますからね。これがスポーツでコンフォートでエコプロ、はい、エコプロかっこいいっすね。でスポーツにするとこれですよ。さっきあの排気音の音聞いて結構びっくりしたよね、うん、変わる。これはロールスじゃないですね。ロールスじゃないね、はい、でしかもひどいんですよ小島さん、はい、さっき僕がほぼロールスロイスじゃないですかって言ったじゃないですか、うんうん、カメラマンがボソッと、うん、いやロールスが BM なんですけどねってまあまあ、ね、いや分かるけれどもまあまあね、はい、いきなり S で行っちゃうんですか。あそうですね、コンフォートから行きましょう、はい、いやいいんですけど。あともう一つこれですよ、これこれこれ、はい、問題のこれですよ、これこっちこれです、これです、これです、はい、はい、これがこう360度でいけると、はいはい、しかもこれジェスチャーでなんかつまんでこうやると、うん、こうですか、どこだ、ここか、ここでジェスチャーとここでこの辺ですかいやいやちょっと待ってください。これはオーナーにならないと動かせないんですよ。あ、来ました、こうやって。これは果たして便利なのかっていう、うん、ジェスチャーはスピーカーぐらいが一番いいよね、こんな感じ で、うん、でアンビエント類もだってここもできて、うん、ここもできてっすよ。でこの B ピラーのここもっすよ、ついてなかったからつけましたよ僕今。いやだから使い切んないと思うんですよ昨日これ。多分今まで今乗ってる方も、はい、今乗ってこられた方も、はい、70% ぐらい 30% ぐらい使えないないかもしれない。そうっすね、こうか。ですね、ハンドルめちゃ軽い、なんかレンジみたいなのスルスル回るステアリングです、うん、最高峰で最高の技術を積んだ BMW ですよ。そうそう、 BMW テクノロジーが全てつぎ込まれてるんですよ、うん、そうですよ。これで なんかうんちく語っちゃった日には、もううんちくじゃない文句言っちゃった日にはもう BMW からもうあれですよ、お叱りが受けますよ。いや本当っすよ。ちなみに足回りは当然アサスペンションなんですけど、はい、あの 48V かな、電動のスタビライザーもついてるということで、はい、最近の高級車みんなついてますよね、うん、姿勢制御ができるらしいです。だからもう水平移動、車線変更、ちょっと今日寒いんですけど、はい、機器をちょっとベンチレーション結構音が出ますね。そうベンチレーション落とすんですよね。小岩さんはシートヒートです、はい、わすげえスムーズなんですけど、圧倒的トルク、何かプンプン言ってんですか。このあれじゃない、はい、センサー、失礼しました、オフにしない、パーキングがパーキングサポートが、うわ、あのですね、これ車線変更やばい。なんですか、あの車が 4WS もついてるんで、うん、なんだろう、こう曲がらないです、こうです、滑ってる感じ、はい、平行移動します、うん、これ60キロ以下は反対に向くんですよね、はい、60キロ以上出すと同じ方向で向くということで、だ何回かさ、はい、乗ってるんだけどさ、はい、たまに乗るとびっくりするよね。いやこれすごい、めちゃくちゃ乗り心地いいんですけど、もうあったかくなってきた、もう寒くないですか。ベンチレーション弱めっすね。弱めなんだ、はい、じゃあヒーターで、はい、ありがとうございます。これアイドリングストップはこれ精神衛生上良くないです。へえ、だいぶいいっすよやっぱり。あ、そうでもないっすか。何が助手席はね、そんなにちょっと下がってみようか。だから助手席じゃないんですよねこの車、うん、後ろの運転席と、だから助手席は優先的に行ったら、はい、あれですか、新入社員なんで。そうですね、一番優先順位では低い座席なんで、はいはい、でも全然ですよ。いやいいっすよやっぱり12だな。なんで意外にあの大穴でツッチー760買っちゃうっていう感じ。いっちゃいます。あ、でもほら肘掛けもあったかい。まだ来てないです。来てない。シートはめちゃあったかいです、うん、ステアリングヒーターもじゃあオンにします。え、ここもあったかくなるやつですか。あ、あったかい。あったかいでしょ。ここもあったかい。肘掛けもあったかいです、うん、あ、ここもあったかい、うん、ステーリングもあったかい。ここもあったかいって車なかなかないですよ。そうですね、まあまあね、もちろん各社トップレンジぐらいじゃないですか。トップレンジはありますけど、
だからもう使い切んなくていいんだと思います、うん、言ったらだってこの V12 だって使い切れないじゃん。そうそうそう、だから必要なところだけ、うん、あの使ってくださいっていう、いろんな引き出しありますけどっていう、好きな引き出しだけ使ってくださいって感じでね。いや使わなかったら無駄じゃんって思うかもしれないですけど、うんうん、その無駄こそ贅沢じゃないですか。そうそうそう、ね、うわ、車の動きがめちゃいいっす、うん、すごい回答性、うん、だからどっちかっていうと運転手っていう運転の仕方じゃなくて、はい、本当に運転を楽しめる運転の感覚があるんですか、それとも運転手みたいな感覚なんですか。運転手ですね。あ、本当に、はい、足はもう柔らかすぎて、まあ今多分コンフォートっていうのもあると思うんですけど、なんだ、じゃあちょっとあれだな、運転手から運転者に変わるちょっとスポーツモードを試してもらいたいですね。そうですね、まあ、22インチなんで、うん、本当にこういう細かい急な突き上げとかは、うん、あのダンダンっていう感じありますけど、うん、全体的にはめちゃコンフォート、ほぼ段差感じなくないですか、うん、地面の凹凸感じないですよ。こういうところでだんだんってやっぱり22にしちゃってるんで、うん、あるかなって。いやでもこれは感じないといけない振動じゃないですか。え、車めちゃ曲がる。ちなみにこの 4WS で最小半径 6m という、うんうん、だからめちゃくちゃ驚く数字じゃないんですけど、うん、まあかなりコンパクトにこのボディにしては作られてるらしいです、はいはい、いいですか。あ、どうぞどうぞ。おこれめちゃ速くないですか、うん、ちょっと車が変貌したねこれね、うん、すごい、うん、めちゃくちゃ乗り心地がいい。今踏んだ瞬間にあのさっきの3秒っていうのがなんか頭の中に出てきた感じね、はい、3.7 秒です。 3.7 秒ね、 3.7 秒が3秒台はなかなかないですよ、うん、セダンで。すげー快適なんですけど、うん、いやこれちょっとアウトバーンとか走りたいですね、これ永遠。もうステアリングヒーターは熱いぐらいです、うん、これステアリングヒーターあれ欲しいですね、レベル欲しいですね、3段階ぐらいで。あ、ちょっと熱いぐらいになっちゃいます。で他の M モデルより若干ステアリング細い気がするんだけど、気のせいですかね。 M3 とかもっと太い気がするんですけど、気のせいな。あと車の動きめちゃいいっすよ、本当に水平移動、車が、うん、ブレーキめちゃ効きます。だからこう、なんですか、わかります、止まる瞬間もこうガクンってなるんですよ。なんない、その優しいタッチのね、はい、高級車の止まり方でね、はい、で多分ブレーキの容量に余裕があるのと足回りが頭いいんで、うん、こう止まる瞬間のガクンがほぼないんですよ、うん、ほらないない。結構普通もうちょっと車ってこうなるじゃないですか、うん、止まった時に、うん、ほぼないですよ、スルスルスルって。ほらラグジュアリーだね、これ。この価格ってやばくないですか。いいよね、なんかもう本当に、ね、あの中古車のなんかすごいいいところを、いいところをね、はい、狙い目だと思うんだよな。お尻が熱いですいやだからだって新車で2570万ぐらいですよね、うん、だ乗り出しもっとオプションつけてたらもっといくわけじゃないですか、うんうん、だオプションないからね、うん、いやそうですね、だからインディビジュアルのオプションぐらいしかないじゃないですか、まあまあ、でもこの後のモデルはさ DVD とか CD ないからさ、いやなんかあの劇的に変わってんのってあんまりないじゃないですか、うん、7607シリーズって、うん、まあ、Xステージは劇的に変わりましたけど、うんうん、これすごいな。だから車線変更とかももう本当にもう本当に水平移動なんですよね、うん、助手席も快適ですよ。ちょっと眠くなってきたぐらいの感じちょっと場所をチェンジします、後ろに乗ります。新入社員小島さんから会長小島に会長に昇進した、はいはい、会長モードでお願いします。ちなみにこの昼間なんて見えないですけど、天井のあのつぶつぶも青く、端っこ見ると分かります、うん、いや、ここで見るとね、結構画面は撮れる感じだね、はい、後ろどうですか、うん、ちょっと今、会長モードになってるちょっとなんかでも、あれだね、はい、ちょっとなんか違和感があるね、やっぱ会長に慣れてないからあれ、あ、これじゃねえや、
よいしょ。いかがですか。ちょっとた起こします。はい。あ、でもね、いいね。乗り心地いいですか。乗り心地いいし、シートもちょっと高くしたんで、はい、視界も広いですし、後ろの座席元から少し高いですよね。うん、高い高い高い、うん、だ本当に足がこう、うん、しっかりこう90度に曲がる感じの高さ、うん、今スポーツモードですか。なりました。ああ、はい、そんな。でやっぱりスポーツモードにすると少し硬さ感じますね、うん、全然しっかり走れます、うん、ただ全体的な車の動きはゆっくりですね、やっぱり、うん、いいですか。駆け抜ける喜び。駆け抜けていいですか。どうぞ。ちょっとジェットコースターだよこれ。めちゃくちゃ速いんですけど車。ちょっと本当にジェットコースターだねこれね。でも余裕のパワーです。いや速いよ。めちゃくちゃ速いですよこの車、うん、これだから本当にドライバーズパッケージで出したら300キロ多分出るんだろうかなっていう、うん、だってトルク80キロっすよ。そしてこの音、これだからなんかすごい不思議な感じしません？シーンその中でこの音で、うん、この走りがするんですけど、うん、内装こんなにラグジュアリーっていう、うん、でスポーツにすると、うん、まあ、多少のこの何ですか、ふわふわさは残りますけど、うん、だいぶシャキシャキ走れますね、うん、ちょっとあとで一回コンフォートにしてもらっていいですか、はい、後ろスポーツだと結構やっぱりコンフォート戻します。じゃあどうなのかなと。これいいな。でも後ろは言葉を失いますね、はい、いい意味でですか。そう、別にもう何も 無ですね、無安心して。いや、もう程よいぐらいにこのロードノイズとか外の音も入ってくる、はい、来るし。そうですね、うん、あ、それは思うかもしれないです、うんうん、確かにロールスもうちょっと静かな気がします、うん、知らない新型とか何の音もしないですからね、うん、でも外の音はだいぶあれな気がしますよ、聞こえない、うん、だからもう対向車の音とかほぼ聞こえないですよね、うん、聞こえない。だから走ってる音ですよね。だから結局、はい、エンジン音とかロードノイズとかは、うん、やっぱりロールスのゴーストとかあの辺より聞こえる気がします、うん、やっぱコンフォートの方がいいかな、まあ、さっきスポーツで結構荒々しくしてたからかもしれないけど、後ろはやっぱりコンフォートの方がいいかもしれない。むちゃくちゃいいんですけど、やっぱり慣れないと会長の席はちょっとなんかそわそわしちゃうねこれね。でもやっぱり、はい、この色いいな。外で見てもやっぱり茶色いいっすよね、うん、でこれ黒だとちょっとなんか、まあ、黒もいいんですけど、はい、やっぱりちょっと特別感があっていいかな。確かに。意外にこう車がこうシャキシャキ走るんでびっくりしました。もっとふわふわしてなんかこう接地感なくって運転しづらいかなと思ったらめちゃくちゃ運転しやすいです、うん、で本当に頭がギュインって頭が入るっていうか水平移動ですよね、うん、車が思った方向に移動してくれるんで。だそこってやっぱり僕 BMW だなって思うんですよね、うん、なんかその新しいプラットフォームを使って低重心で作ってたりとか、うん、足回りにもそのアルミニウム対応してすごくその腰下バネ下かバネ下すごく軽く作ってたりだとかでいてちゃんとこう走る楽しさもしっかり残ってるっていう、うん、じゃあ改造車ジャーナリストのツッチーパフォーマンス、はいはい、このお車は次どこいじりますか。難しいこと聞きますね。とりあえずトランクスポイラー乗りたいです。あ、そうですか。はい、同色に？同色に。ああ、そうね。まああとはニュアンスじゃないですか。うん、だからこういうタイヤホイール結構個性的なんで、うん、どうしてもその前のオーナー様の雰囲気があるじゃないですか。うんうんうん、だからいっそのことタイヤホイールは変えてみてもいいのかなっていう気がします。うん、これ元々の20インチだとまたニュアンス違うと思うんですよね。うん、乗り味も全然違うと思う、ね。違うと思います多分。うん、だそっちに振りたい人は、うん、まあ、あえてそのタイホイールのノーマル戻してもいいと思うし、うん、っていう感じですかね。ただ12はやっぱり特別っすよ。特別っすね。別格っす、うん、なんで日本で最後のザ
あのファイナル V12 がなかったのかっていう、12台限定。それアメリカのさ、なんか、はい、インチキ限定車じゃないの？いやでも BMW USA が多分企画したやつだったんですよね、うん、アメリカだけだっていうことなんで。アメリカってなんかさ M3 とかもそうじゃん、ちょっとさ、なんかエンディングがちょっと出てなかったりとか、そう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 、はい、あるからね。いやだいぶいいです、ありがとうございます。というわけで最後になりますけれども、はい、あの途中でもお話しさせていただいたんですけど、ノーマルのパーツもあるということで、はい、ノーマル回帰していただいてもいいですし、はい、あとはニュアンスいろいろ、はい、まあ、エアロトランクスポイラー、例えば塗るだとか、うん、タイホイール変えるだとか、うん、まあ、そういうことをしていただいてもいいのかな、はい、まあ、いろいろご相談いただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回は BMW M760Li をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。